モリモリ国へようこそ。はい、こちらはモリモリネームロム兄さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。朝晩寒くなって体調を崩されてませんでしょうか。先週は配信お邪魔できなくすいませんでした。今日も見に行けないのですが、配信頑張ってください。ではでは、と書いてあります。ありがとうございます。素敵な、応援のメッセージですね。ロム兄さんといえば、これお話ししていいのかわからないんですけど、ロム兄さんがせっかくくれたお菓子を私が間違えちゃった。これ言っていいんですかね。言っていいのかわからないけど。冒険王さん宛てにね、山さん宛てに、せっかくロム兄さんが送ってくれたお菓子を、私が食べるという事件がありまして、その説は申し訳ございませんと、本当に間違えて食べちゃいました。ちょっとね、私のだと思ったんです。すいません、本当大失態だよね、本当にね、どんだけ食いしん坊なんだよって話なんですけど、いや、山さんにも謝りました。だって美味しそうだったんだもん。すいません、本当にね、まあ申し訳ない。何ガキだなって書いてある。ガキじゃねえし、30歳だしもうね、本当につい食べちゃったんです。間違えたんです、しょうがない、本当に。すいませんでしたね。今回ロム兄さん見ることができないということで、謝ったところでしょうがないかもしれませんが、謝ってきます。食べさせていただきました。美味しかったです。はい。モリモリランキング、これはですね、皆さんと一緒に私がランキングで好きな、食べ物とかね、好きな飲み物とかね、好きな場所とかいろいろやった気がします。それをもう一回やるべく、なんとおたもりが届いておりますのでご紹介させていただきますよ。もりもりネームぽよちゃんからいただきました。ありがとうございます。あさりちゃん、もり番は、今日晩ご飯に母上様がスーパーで買ってきた駅弁を食べたのですが、やっぱり食卓で食べるより電車の中で食べる方が美味しく感じますね。もぐもぐ。子供の頃に母上様の実家のある九州に毎年出かけていたので、駅弁を楽しみにしていたことを思い出しちゃいました。そこでふと思ったのですが、モリモリっ子ではどんな駅弁に人気があるぽよか、ということで、モリモリランキングですね、ぽよちゃんがなんと送ってくださいました。ありがとうございます。いや、もう久しぶりすぎちゃってさ、モリモリランキング、あ、そういえばって思い出しましたね。放送してるくせに忘れてるってどうなのって怒られちゃうかもしれないですけどもね。モリモリランキングということで、次回放送の時に、好きな駅弁ランキングというのをやります。そこでですね、私の、モリモリ国、まあ、モリモリ国の駅弁はちょっとあれなんですけど、まあ、好きな駅弁をね、ランキング形式で放送できたらなと思いますので、ぜひぜひ皆さんもこの駅弁美味しいよっていうベスト3を送ってやってくださいね。いや、私も全然正直あまり知らなくて、駅弁を。で、自分の地元の駅ですね、モリモリ、いわゆるモリモリ国と言われるところにあるのか調べたらなかったです。田舎すぎて。なので、ぜひぜひこちらもね、皆さんのおすすめの、そう、モリモリ国へようこそ、各コーナーメール募集って書いてありますが、こちらのアドレスまでぜひぜひ、こちらのモリモリランキングの自分の好きな駅弁ランキングということでベスト3まで書いて送ってやってください。またその1位、2位、3位がなんで好きなのかっていうのを理由を添えて書いてくれるととても嬉しいです。はい、お願いします。いやー、でもね、久しぶりですけれども、私もあまりよく知らないなりにいろいろ調べてちょっと書いていきます。好きなというか食べてみたいになっちゃいますね、私の場合は。あまりよくわかんないんですけどね。はーい、あんまりわかんないのかな。あ、駅弁知らんなーってアサリムシが書いたはずが、なぜか星になってるのは大人の事情ですね、きっとね。私はわかりますよ、そういうのわかります。だからダメなんでね、上品だろうって放送前にも話してるにもかかわらず、またそういうネタをいちいち拾うからダメなんですよ。と、30代のうちにしておきたいこと、私の中で上品になるんですからね、本当にね。